冬の上岡鉱山前駅待合室ホーム、上岡鉱山が前駅は、岐阜県日田市上岡町船津にあった、上岡鉄道上岡線の駅。奥日田温泉口駅から東駅までの区間列車も、設定された、拠点駅、また、線内唯一の鉄道貨物輸送の拠点駅であったが、2006年に、廃駅となった。現在では、観光用軌道自転車、 レールマウンテンバイクの折り返し地点となっている。地上駅。普段使われた部分としては、島式ホームの片目に一線のみであるが、列車同士の行き違いは可能であり、留置線や車庫を有した。当駅を通過する列車は当駅でタブレットを交換する必要があり、当駅は、上岡鉄道で唯一社員が配置された直営駅となっていた。 国鉄時代は築堤の手前に、鉄筋コンクリート平屋建ての駅舎があり、上岡鉄道転換後も、本社機能を有していたが、2002年に、本社機能を奥飛田温泉口駅に移転した後、駅舎は撤去された。ホームは築堤の上に位置し、ホームへは入り口を入ってから、地下道を通り、階段を登っていたった。駅舎はこの階段を登って、 すぐのホーム上に置かれていたが、駅事務室と待合所は完全に分離され、窓口等は一切設けられなかった。待合室には、ストーブ、扇風機、テレビなどが設置されたほか、男女別の水洗トイレが存在した。収札や改札は行われず、普通乗車券は、待合所の内部に設置された自動券売機で購入するのみとなっていた。 当駅の駅事務室には、上岡鉄道の運輸化が置かれており、記念乗車券や定期券はここで販売していた。また、ホーム上に、大黒天の木造を建て祭った祠が置かれていた。当駅は、上岡鉄道唯一の貨物取扱駅として、機能していた。駅北側、高原川右岸にある、上岡工業へ専用線が続いていた。工場で生産された。 農硫酸を東北、関東、中部、関西地方へ、私有貨車で発送していた。また1998年1月16日から、製品の地金や原料を、コンテナ輸送するようになった。しかし、私有貨車の老朽化により鉄道輸送を終了することとなったため、農硫酸輸送は2004年10月15日限りで、コンテナ輸送は、 一足先の8月末にそれぞれ終了し、専用線は廃止された。2007年現在、専用線の橋脚の撤去工事が行われている。上岡線の線路が、上岡市街に入ったところに置かれていた。これから、終点の奥飛田温泉口駅までは、上岡市街を、線路は走り続け、建て続けに駅が設けられた。駅前の交差点では、 上岡線に並行して南北に走る国道41号から東側へ国道471号が分岐しているがこの国道471号を通って高原川を渡るとやがて上岡鉱山への入り口が見えてくるこの付近には北陸電力の東町発電所などもあり工業地帯のような雰囲気である2006年の上岡線廃止とともに 鉄道駅としての役目は終えたが、現在は観光用軌道自転車、レールマウンテンバイクの折り返し地点となっており、駅構内の広さを活かし、軌道自転車の方向転換作業が行われている。2017年からは、軌道車による運転体験も行われている。また、旧車庫内には、営業運行で使用された軌道車。 ディーゼル機関車が保存されている、機動車のうちケムマイ1 0 0系ケムマ -1001 は、2017年4月に、旧奥飛騨温泉口駅に移設されたほか、運転体験もできる。上岡口駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。